はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。ジョブ集めですね。とりあえず2つ手に入れたので、もう次のジョブを求めに行きましょう。ヒットポイントは回復してあるな。まあ飛空艇もあるし、物語もサクサク進むし、次の大陸に行きましょう。右の大陸か。次なんだっけ、商人か白魔導士かっていうところか。なんであのボロ小屋ですね、ボロ小屋。ボロ小屋の買収計画を阻止しましょう。最速ゲー。こっちですね。ここら辺で、降りられんのかな？あれどこだ？あ、ここだ、ここ。今降りるってあったな。これ降りられてるか？よう。来たぜ。もう全く同じだな。でボリトリーが出てくると、この小屋をな、買い取ってくれるんだったら。お前にいいの、お母さんと私いっぱい。いい話や。おお、こいつの話聞けるじゃん。はいはい、お前は。あれ同じか。何してんの。やって、待ってたのか。ほい、先に来てたワイも、後から来たホーリーも。イディアさんの意見を聞いてからじゃ。うん、完全に話が進んでるな。特に厄介なのはさ、また視察。せや、それじゃあ。違うね。こらいかん。あ、話が全然変わってるな、なんか。で、追いかけに行くか。ボリトリーの意見は、対してホーリーの意見は、と。オーケーオーケー。おじいさんは、さっきの内戦で、先頃この小屋に。はい、じゃあ進みが早い。ボリトリーがここを貿易基地にし、なんでホーリーが立っ。そういえば、私でも、おじいちゃん、そっか。でも、いや、なるほど。なるほどね。意見がまとまったらここに。なんか2周目は話がうまくまとまる感じなんで、なんかどっちでも良さそうな気がするけど、まあとりあえず追いかけるか。あれ、意見がまとまったらって何。もう意見まとまったよ。おお、サブが来てる。おい、サブ、話を進めろ。おお、わしらは。早っ早っ。いくら疲弊した、内戦で疲弊した、どうする。ボリトリーに明け渡すべきだと白魔導士がシャシャリ出てくる。これだな。まあどうせ白魔導士のアスタリスクが手に入りますって警告してくれるからな、間違えても。この小屋は、そうだ、ボリトリー、ホーリーの意見には反対。立ち退き料でももらって。そうだそうだ、一番いいじゃないか。おじいさんも、そう、イデアってすげえな。イデア、なんだこいつ、酔っ払ってんじゃねえか。わわわ、これ式の黒ビール、知ったふうなこと言って自分に。赤、大体ボリトリーが進める、この私の喉は完全な酔っ払いじゃねえかよ。なんそんなことだから、あんたら、あ、うるさい。それはこのじいさん、どうしてち。そうだな、酔っ払いの意見なんて言ってしようがないからな。白魔導士、よーし、ぶっ倒してやる。これめっちゃ話進むの早い。おしゆあんたたち。結局部下引き連れてくんのかよ。はや、わからずやどもに。まあ部下は例によってアイテムで倒すか。どいいっす。
元エタルニア白魔導士。また例によって神々の怒りで、一応エビ隊を使うか。でこいつは一旦フィジカルガードをつけるか。でアイテムと、神々の怒り、あーホーリー使ってきたか。649、あんまり強くないな。くらえ、よし、無駄にはならなかった。どうしようかな。エビで対応するでいいや。マジックガードも貼っとこう。ケアルガ、うわーマジか、1300、そこそこ回復するな。ケアルガ一気に戻されたな。馬の耳に念仏で、フィジカルアップ、この3パターンでいこう。うおー全回復されたんじゃないか。これはうーん、漆黒を3回打つかで、馬の耳に念仏、こいつは回復だな。竜が死ぬ恐れがあるまたこれついてるまんまだ。あ、間違えた、ホーリーじゃなくて先に見習い看護師。見習いかよケアルガで。起きたー、くらえ、999 異常だな。漆黒を使った意味がなかったな、暗黒にしときゃよかった。もったいなかったな。あれこいつもう酔っ払ってなくね。運動してアルコールが抜けたか。自分で回復させるか。エクスポーションも買っとく。うわエクスポーションがない、しまった。一旦ケアルダで回復、ケアルダが全員になってるからな、どうしようもねえな。まあいいや、フィジカルガードから。そうだ、こいつケアルダを使ってくるから2200か。一気に決めないと。まあケアルダでいいや。ケアルダを全体にかけるか。来たホーリー、こいつかよ、よりによって。よし、来たホーリー、当たった、よーし9999。あれ攻撃力が強化されてないから全然弱いな。一回攻撃力強化するか、重要だな。フィジカルアップ、よし OK。 ホーリーは2回連続使ってこないかな。あ、使ってきた、どうだこれで。おら9999で、カノウルフ、もうフィジカルアップ重ね書きしよう。これなんかいいのないのかな。ないね。ジャンプしてみよう。あ、でも槍、あ、槍か、 1.5 倍になってんな。よし、攻撃力 175%。 おらおら、劣化のウルフ、おらジャンプ。どうしようかな。こいつら回復してくるからな、1体ずつ倒したいけど、神々の怒りで全員一旦排除するか。イデアも攻撃に加わろう今回は。くらえくらえ、これはしょうがない。うおーめっちゃ食らった、ジャンプ、いけいけいけ、やばいやばいやばい、ユウがマジ死ぬ。
マグノリアは馬の耳で、もう回復に入るしかない。ここで白魔導士が手に入れば回復が手に入る。くらえくらえ、よし、強い強い強い。あれこいつかよー。馬の耳に念仏、ケアルダー、ジャンプしよう。ケアルが2400、結構回復されんな。ジャンプ、魔法、あ、これ全員にかかるか、なんかかからなそう傷かからなそう。暗い、やっぱかかってねえや。なんでこいつなんだよ。フィジカルアップで攻撃しよう。そうか、ジャンプは飛んでる間に BP1 溜まるんだねまたこいつかよ。うわ死ぬ早くくたばれ。どうしようかな、もういいか。ちょっと勝負に出よう。ブレイブ、馬の耳にね、違う、攻撃してから馬の耳に念仏をやればいいんだ。完璧だ。でイデアは血をつき魔法、フィジカルアップをかけとこう。でフェアルダで完全回復させる。でティズも攻撃あるのに、これで倒せるでしょう。倒せなかったら終わり。ほら余裕だった。よーし、オッケー。これで白魔導士が手に入ったぞ。どうしようかな、白魔導士にしちゃおっかな。月魔法の全体化めっちゃ役立つんすよね。よし、まあ白魔法はわかるから一緒、このままで。さあここは高く買い取ってあげるから、いいとこに住みなさい君たちは。ここで戦闘してたのかこいつらよく巻き込まれなかったな。でももう安心。そうだ、そうだろ、そういうお話だろ。この小屋を立ち、私いや、おおい、家出しちゃったよ。いや、おい、ボルトリー、なんや今よく、え、この小屋、ありがとう。ほな権利、ちょっと待って、金だよ金。私はね、二人が仲良く、その気持ちを、だから約束、高値で買い取れ。あんたが新工作を推し進めて、このおじいさんが、人々が、あの子が、一刻も早く、待っとる。おお、そうじゃないと、ボリトリー、私、おう、任してんか、新太。さあ、契約を済ませたら、半月内には着、資材に道具に、こうしちゃおれへん。頑張ってるな。いよいよ始め、ホーリーには、まあしょうがない。あの時の私の近い将来、お、明るい感じでなんか今回終わりますね。ちょっと一回回復させに帰ろう。あとエクスポーションを調達しないと。一旦町に行きましょう。イエーイ。で次はとうとうあれっすね、黒魔導士の話っすね。バハムートちゃん死んじゃったかんな。ただ今回はもう落盤事故でも、落盤事故が起こるとは限らないか。今回もあそこで戦ったから、落盤事故が起こらないようにすればいいわけでしょ。よし、
とりあえず道具を買おう。エクスポーションが重要だから超金あるし、まあ20個くらい買っとくか。でも20個買うとやっぱ金減るな。あとなんかいるのあるか。まだ神々の怒りはいっぱいあるしな。どんだけ怒ってるんだよ神様。ケーキもいっぱいあるな。ケーキいっぱい持ってるから落盤事故あっても大丈夫なんじゃないか。ちょっと道具見てみよう。まず誰かが死んだとしても落盤事故でフェニックスの方が6個あるから生き返らせられるだろう。で、おテレポストーンがあるじゃん。テレポストーンで脱出すればよかったじゃん。なんなんだよこいつらみんな。でまあ最悪ここに干物の食べ物がある。でケーキもある。ケーキ何個ある。結構いっぱいあんな。ケーキすぐ腐っちゃいそうだからな。まあこれはちょっと初日に食べるとして、2日目以降はこの煮干しが5個あるからな。またたびはちょっといらないな。人間食えないからな。これ猫の餌、全部猫の餌だし。いや贅沢言ってる場合じゃないな。魔獣の肉でなんとか上をしのぐしかない。そうだな、完璧だ。これで落盤で閉じ込められたとしてもある程度は生き延びれるはずだ。じゃあちょっと黒魔導士のお話に行きますか。まあ今回は弓使いを取るんだけど、あれどっちだっけ、こっちだっけ。あ違う、こっち殺人事件が起きたとこだ。だこっちだ。ちょっと待ってよ、ジョブを変えよう。イゼアを白魔導士にしよう。白魔導士にして、ジョブに、ジョブっていうかアビリティに先制術をつける。こっちだ、月魔法で。ここら辺は一緒か。何でも全体化。ケアルガが多分使えるようになるんで、だいぶ回復も。よしよしよし、ケアルガあるな。アレイズもあるし。アレイズとか全員回復できるのかな。ホーリーで司祭の杖、ニコライが持っていた儀式用の杖、いいんじゃないの。これ知性上げるより精神上げた方が良さそうな気がするけどな。どうなんだろうな。まあいいや。あとバルキリーだ、バルキリー。こいつが剣技だ、剣技。最初からウルフになってるよな。よしよしよし、これ完璧だな。セレクションってなんだっけ。攻撃にデフォルト貫通効果がつく。これ結構いいな。物理攻撃 20% アップより、これにしよう。よし、これでいこう。さあ、バハムートちゃん。どこにいるんだ、こいつだ。話の下りは一緒か。ぶつかってない。おお、そしたら、閉じ込められ。ああ、100万円だ、治療費。どっちにしてもこの人は。こんなの無理しちゃダメよ。参ったな。よし、届けてやろう。クラークトリデに行った。食料大量に持ってけ、食料。食料の配達。え？ふむ。どうする？いや、食料持ってけよ。代わりに配達。でも大丈夫大丈夫。私が配達に行かなかった。そうね。ケーキいっぱい持ってるし。でもできるだけ準備はしっかりとしていこう。それと、うお、すげえ。完全に準備してるな。先手を打っている。あ、行くのね結局。もうめんどくさいから宮廷で行こう。イエーイ。横着物。結局もしや上まで行かないといけないのこれ。どうやって行くんだっけ。なんかスイッチがあるんだっけ。これだ。
ここって青宝箱あったっけ。そういえば、見て、敵が出てきた。先制攻撃。うわー、アンデッドだ。アヌビス、名前はかっこいい。こいつらで倒せるかな。ほら、いやー、4人か。え、倒せない、マジか。これは4体倒すことは無理だぞ。行きがけのダチンが発動してもしぶとすぎだろう。何、ホーリーを使うときが来たか。白魔法。ああ、白魔同士だからってこれ全部使えるわけじゃないんだ。ひどい戦う。え、これちょっとまずくないか。ちょっとまずいぞこれ。神々の怒りを使おう。いやー、やられたな。ケアルが使えねえわ今。相当弱いぞ。そうすると白魔法レベル2、ようやくだ。いやー、エクスポーションでなんとかするしかないな。ここ空いてねえからいけねえんだ。そういえばスイッチだ、スイッチどこだっけな。一旦上に行くんだっけ。下に降りるし。いやー、少しでも稼がないとまずいなこれ。いやー、騙された白魔導士に神々の怒りを使うしかない。なるべく神々の怒りを節約して、よし、均等にダメージを与えていこう。クリティカルが出るな、やけに左手が。ミイラか。なんだなんだなんだ。おおおおお、何個だ。よし、2個で済んだぞ。白魔法レベル3。最悪でもケアル玉では使えるようにしたいな。4だな。そうするとあった、スイッチスイッチ。ここかよ。あとスイッチどこにあったっけ。あ、ここにもある。でこっちかよみたいなあ、そうか。でもここはあれか、階段が通じてるな。いやー、まさかジョブチェンジにこんな罠があったとは敵が出てきた。いや、敵は大歓迎だ。このアンデッド系か。盾のアンデッドがいるな。大体盾持ちって結構強いんだよな。ちょっとイデアは1個でいいや。ケチってこう。2000円するかな。毎回毎回赤字になったらたまったもんじゃない。うわー、やっぱ防御力高いな。うわ、雷効かない。炎とかの方がいいのかな。できれば傷で殲滅してほしい。弱い傷。もう一回頼む、倒してくれ。倒せなかったか。2000円を消費してしまった。まあ赤字にはならなかったか。こんな調子じゃいつまでたっても金がたまんねえな。ん？どちら？これか。分かりづらい。ケアルダはちょっとまだ使えねえな。ちょっと今の段階の白魔導士相当弱えな。もうめんどくさいからいいや。
いやダメだダメだ、そういうことをやってるからあれになるんだ。神々の怒り、いやマジ怒るよこれ本当に。なんかもっとパンチのあるやつないのかな。三刀流にした方が良かったかな、マグノリアは。でもな、アビリティ枠がな足んないからな。忍者だとデフォルトで二刀流持ってるからいいんだよな、それは。おつえ、しかも倒せねえし。完璧、よし、ナイスだ。もう一回戦えば白魔導士のジョブレベルが上がる。ハイポーションで次かな。ちょっと、お、白魔法レベル4だ。KR 台砂がここまでだな。ちょっともう一回戦闘やろう。最低 KR 台がないとやばい。回復手段がちょっと一回たた、エンカウント率を一旦 100% にして、よし、敵が出てきた。役立つな、こういうシステム。よりによって連戦かよ。ちょっと待ってよ。もうここはアイテムを惜しみなく使ってこう。こういう時に限ってちょっとめんどくさいことになるな、毎回毎回。くらえくらえくらえ、よし、 OK。これでもうすでに8000円使ってるからな。イデアでやろう。イデアは攻撃アイテム強化を持ってるから。頼んだぞ。2200、3個でなダメだったか。1万6000円使ったなこれ。大赤字だ。よし、白魔法レベル4で、ここのコテージで休んで。てかさ、旅人ここにいるんだったらさ、コテージ分けてもらえばいいのに。こいつ何もしてくれなかったのか。一応セーブをしときましょう。ここ青宝箱はなかったっすね、そういえば。よーし、行くぜ。どこに階段があるんだか分かんなかったし、 100% になったまんまだし、どうしようかな。逃げようかな、逃げよう。逃げろー。逃げ切れなかった、マジか。逃げ切れた。変換とマイナス50と。イエーイ。おー、バハムートちゃんがいるよ。お前を死なせはしない。ついにアミナス、あれ遅かったか。それが運命だ。だが捜索隊も早く来てくれるはずだ。え、気がついた。ててダメですね。テレポストーンだよ、テレポストーン。お前ら何のためにテレポストーン持ってきたんだよ。しょうがない。よう。イデア。イデア。そうだな。この人たちの記憶は。そうみたいね。オミノス。中から脱出する方法はない。なん。ただし。どう。おお、さすが。どうしてそれ。ば。僕の。呼んでおいた。そう。おっと、リゾット君はそこで飛び跳ねない。足に怪我だけはしないでね。完全に預言者だなこいつは。はい。食料も多めに持ってきた。どちらを選ぶ。バハ。そう、この食料をフェムトにかけるに決まってんだろ。平等に分配。そうだよ。そう、世界のためにあんたたちの意見も全部分かった上。イデア、どっちを選んだとしても話が早くて助かるぜ。どうする？オミノスに託す。頼んだぞ、オミノス。
イデア。私はイデア。アルテミア。イデア。戦闘に勝利するとカリウドのアスタリスクが手に入ります。よしよしよし、食料をお前にすべて託す。イデア、間違い。カリウドアルテミア、イデアの過ち。なんてこいつ資料軍団なんて引き連れてんだよ。神々の怒り。マグノリアはやっぱりここはエビで対応するだな。で、隙間法で、防御力を上げよう。で、こいつは神々の怒りと。ほい。よし。何？地図を狙ってきたか。てか、マグノリア全然狙われないな。何なんだよ。地図が死んだぞ。どういうことだ。くらえ。あれ？アルテミアがとりあえずマイナス1になってるから、蘇らせてからのケアルタでどれくらい回復するかだな。先にケアルタが発動したか。悲しいことだ。フェニックスの音。神々の怒り、だいぶ減ってきたな。エビで対応する。ケアルタ、神々の怒りと。ガードしてきたか。しかしガードも無駄だ。これはガードを貫通する。デフォルト、エビで対、ちょっとフィジカルガードをかけとこう。で、エクスポーションで回復しよう。何？ガードしてきたか。フィジカルガードってことは何かを仕掛けてきそうだな。ガードしとこう。マンチバスト。エビで対応する。で、イデア、そろそろフィジカルアップだな。よーし。で、ここはレッカのウルフからのいつものパターンと。で、エビで体を釣って、どうしようかな。フィジカルガードをもう一回かけてからの回復。で、こいつは貫通できるからな。あれ？最初からウルフじゃなかったっけ、こいつ。変えちゃったっけ？違う、死んだんだ。ほら痛い。くらえ。あとちょこちょこ、ん？なんかだいぶ BP が溜まってんな、あいつ。ジョガードしとこう。なんか危険そうだ。あしかし甘い。ほほう。これの連発だな、もう。エイミング。無駄。ここはなんかデフォルトしてきそうだな。でもティズだったら突き破れるからな。ほら、おお、それでも結構通るな。おお、突き破った。ここはもうラッシュだな。エビで対応すると、もう常に攻撃力を上げておこう。よし。3900、3800、4200。若干攻撃力が弱いな、こいつ。へへへ。くらえ。
で、ここまたどうせガードしてくるからこっちもガードしよう。で、ブレイブので、こいつはエビを対応する。これエビ対超強い。月魔法のフィジカルガードプラスフィジカルアップ、完璧だ。よし、食らえ、倒した。このパターンめっちゃ有効だな。沈黙無効、シチュー勝つ、シチューに勝つあり。頼むぞオミノス、俺はお前に全てを託す。カリウド、どうしようかな、一人カリウドにしようかな、バルキリーカリウドにしようかな。ドラゴンキラーだってかっこいい。うわあ、気がついたか、キス。あ、アミノスと。もちろん3日前には目を覚まして、今じゃ毎日アルテミアと。あ、オミノスが最後まで温存していたファイヤで、ファイヤ落ちてきた瓦礫を焼き払ってくれたおかげでね。無傷でってわけにはいかな。俺たちの見込みよりも4日ほど早いフレムとの発動だったみたいです。さすがだ。イデアがよくバハムートに言い聞かせ。アルテミアは？さあ、後悔。後悔はしてない。決して楽観してたわけじゃない。そっか。あらまあ。おお、これはお礼じゃないか。みんな生きてる、感謝ですって。たく、おお、全然ハッピーエンドじゃないか。しかもなんで湯の花から始まるんだ。どうしようかな、ティグをカリウドにしようかな、バルキリーもちょっと微妙だしな、この2つはいらないっしょ。よし、ジョブをチェンジさせよう。カリウド、夜市の弓手に入れたしな。なんかすげえな、こいつ完全に狼だな。狼男、プリシジョンって何？通常攻撃が全て命中したとき攻撃回数に応じてダメージがかかる。お、すげえ。ってことはこれあれ、ホークアイつけてるからかなりいいんじゃね。ちょっと装備を変えよう。ほい、夜市の弓。あ、弓はね、多分これ力じゃなくて器用さなんだよね。器用さが上がるってやつなかったっけ。あれない。いや絶対持ってるって。あ、これだ、これ両手の武器も上がるし。よし、これでいこう。で、アビリティをちょっと付け替えよう。セレクション、最初からウルフいいね。最初からウルフ役立つ。で、バラージつけてホークアイ、完璧なんじゃないかこれ。セレクションなんかいいのあるかな。三刀流にする必要はないと思うんだけどな。あ、構え効果持続か。最初からウルフだからな。どうしようかな。ボス戦の時、悩む。物理攻撃 20% アップか、三刀流か。これつけよう。セレクションはいいや。ちょっとボスの時だな。剣技はつけておきましょう。よし、OK。はい、ということで、カリウドもゲットして、まあ、オミノスのお話も、ハッピーエンドで終わったところで、今回はこれで終了したいと思います。